その第二次試験の試験官を担当したのはブルグ一級魔法使い。彼は一級魔法使いになってから一度たりとも手傷を負ったことがないほどの守りに特化した魔法使いだった。不動の街灯、誰もブルグの心配などしていなかった。切りすぎちゃった。